インディースポット。はい、それでは今回もインディースポットでは僕が個人的に気になったインディーゲームをプレイしながら簡単に皆さんに紹介していきます。今回はこちら、マジックフルート。モーツァルト生涯最後のオペラであるマテキを題材にしたパズルゲームです。リリース日は2016年2月17日、開発はラブライク SP、 定価は498円です。そのゲームにこういった芸術的な題材を落とし込んでいるところが気になっていたポイントですかね。はい、で、すでに少しだけプレイしているのでパズルのルール説明をしながらこのゲームの雰囲気を知ってもらえたらいいかなと思っています。あと、画面見てもらえると分かるんですけども、メニュー画面とか、あと日本語の吹き替えの音声がついてるんで、思ったよりも迫力のあるゲームとなっています。まずはパズルのルールなんですけれども、これは結構分かりやすいです。このキャラクターをエグジット、出口まで導いてあげるのが目的ですね。で、そのためにこのタイルをスライドさせてパズルを解いていきます。で、キャラクターが歩けるのはこの白いタイルだけっていうことになってますね。なのでまず白いタイルを動かして道を作ってあげるのが目的になってくるんですけれども、そうですね、この階段が出るタイルとかもあります。はしごかで、道がつながっていればそのタイルのところをクリックしてあげると、まあ、こうやってキャラクターが動いてくれますね。で、こういうピンク色の金網みたいなタイルの上はキャラクターは歩けません。あと全く動かせないタイルとかもあります。なのでそういったことをちょっと考えつつ、そうですね、どうやって、導いてあげようかなってのを考えるわけなんですけれども、どうしてあげようかな。よっ、まずこの金網がちょっと邪魔になってるか。よっ、そうでもない、いや、そうでもあるか。ここでこんな感じで、よっ、上に流してあげていけばうまくいくはず。よし、いい感じですね。で、階段を登ってもらって出口をクリックすると次のステージに進むことができます。よっ、はい。で、スコアは単純な、時間で評価されます。で、3つ光がつくと一番いい評価っていう感じですかね。で、このスクリーンショットを、まあ、ツイートしたりもできるようになってるみたいですはい。で、次のボタンを押すと次のエリアに入っていくわけですね。お、2つ重なったタイルがある。ここからは全然プレイしてないので未知数なんですけれども、まずはしごのタイルを渡してあげないと。よし。で、こうやってステージを進むことで物語が進んでいくので、基本的にはこのパズルを楽しみながら、オペラを聞いていくっていう形になりますね。時々語りが入ってきて、あ、なんかオペラっぽいなっていうシーンが出てくるわけなんですけれども、それを楽しみにプレイしていくようになっています。これどうしよう、何も考えてないな、何も考えずに動かしてる気がするそうですね、ここにブロックを入れたいですよね、タイルをね。あ、でもこの2つ重なってるタイルちょっと難しいな、どうしよう。くそ、何も得てないような気がする、この動かし方で。こうか。うん、お、なんかちょっと近づいてるような気がしなくもないけど、そうでもない。よっ、固めてしまってるのはいいのか悪いのか。いや、ここにもう一マス入れてほしいんですよねよっ、まあそのスライド式のパズルなんでクリアできないっていうことは起こりにくいとは思いますけどね。今現にクリアできてない状態に陥ってますけれども、
そうだな、これを上にちょっと上げておいてあげた方がいいのかな。あ、でもこれで間に入れられそう。これどう？これなんか答えに近づいてるんじゃないかな。あ、いけたいけたいけた。よし、男の人にアクセス。どうした？王子は目覚めた。魔法の軟禁錠がパパゲーノの口を塞いでいた。銀のメダリオンの蓋を開ける。その瞬間、タミーノ王子はパミーナの姿を見た。パミーナ、夜の女王のたった一人の娘。この荒れ果てた世界で見た、最も美しいただ一つの存在。心臓が高鳴った。メダリオンが閉じる。そしてそれは、新しいショーの幕開けだった。メダリオンを探すのだ。どうですかこのオペラ感。僕実際にはオペラをその鑑賞したことってのはないんですけれども、あ、こんな感じなのかなとかって思ったりしちゃいますよね。はい、まあ、なかなかユニークな作品なんじゃないかなと思います。メダリオンを探すのだっていうことしかちょっと頭に残ってないんですけれども、まあその辺は何回か聞きながらとか後からね、なんかまとめて聞いたりもできるようになってるんですよね。これどっから行けばいいのかな。ここにはしごかけろってこと？多分そうですよね。多分そういうことだと思います。これちょっとブロックをこう動かしながらこうかな。ん、惜しい。ここはしごのブロックに変えてあげないとまずいですね。よし、行きました。大丈夫です。はい。まあ、こうやってパズルをクリアしながら物語を楽しんでいくわけなんですけども、まあ、この操作感とかですね、あと、ステージクリアした時の評価のシステムを見て、なんとなく気づいた方がいるかもしれませんけども、これ元はスマートフォン向けのね、タイトルだったんですよね。あれ？はしごが出てこない。あ、ここに出てきた。なんてこった。クリアしたと思ったらしてない。まずいな。いや、待って待って、あと一歩のはずだ。なぜここで詰まってしまう。考えるんだ。あ、なのでそんな独り言はいいんですけど、iOS と Google プレイですかね、 Android とかでもダウンロードできるようになってるみたいなんですけど、残念ながら日本からはアクセスできないようになってるのかな。少なくとも僕 iPhone 使ってるんですけども、 iOS ではプレイできなさそうでした。まあ、今後日本からでも、まあ、こうやってしっかりね、日本語吹き替えとかがついてるんで、もしかしたらアプリの方も対応していくかもしれません。その時々ああいうオペラ的な語りに、まあ、魅力を感じながら、次のオペラはどんな感じかなっていう風にワクワクしながらパズルをプレイすることができるんですけれども、これタイル足りてる？ちょっと話しながらやってるからかな。いやいや、それこうじゃないですかっていう方法がスッて出てきてもいいんですけど、待て待て、何かが違うんだ。あ、こうかこうか、そうか、一マス一回こっちに寄せて動いとかなきゃダメってことですね。そうなのかな。はい、ここからどうすんの。ジャンプできるの。え、何。あ、なるほど、もしかして、あれ違う、もう一個奥に行けるってわけじゃないのか。あれ、なんだこれ。どうすればこっちに行けるのかなと思ったんですけど、そういうわけでもない。あ、なるほど、ちょっと 3D っぽいパズルもこういうことか。あ、でピンク色のところ歩けないのは一緒なんだ。なるほど。どうしよう。あ、で一回降りて、
階降りてなのかな。あ、これ浮かせられるのは浮かせられるんだな。なるほど、じゃあ簡単だ。おー、ちょっとパズルの形というかタイプが増えていくわけですね。なるほど、ちょっと面白い。時間はやたらとかかってしまいましたけど。ステージ10ですね。で、レベル的には今これステージ11なんですけども、30とちょっとあるっていう風に聞いています。うわ、これ難しそう。これ上にはガンガン。そんなことはどうでもいいんですけど。まあ、とりあえずここまで歩いてみようかな。で、動かせないタイルがあって、ん？これ、ここどうやって動いたらいいんだろう。何かまた知らないシステムが、気づいてないシステムがあるような気がする。あー、なるほど。こういうパーツなのか。ほうほう。これ、こっちに動かす。え、どうしようかな。こういうパーツってことには気づいたけど、これをどう使ったらいいのか。どこかつなげられるところがあるってことか。ほう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 。そうだな、じゃあこれを抜いてあげる。こうか。あ、こっちに行けそう。なるほど、行けた。で、こっちに行って、どうしよう。こう。あ、で、一回タイルの方に渡って、そこからまた再構築していけばいいのか？あそこにちゃんとたどり着くためには、このピンクのブロック、この白いブロックは絶対いるから、ピンクのブロックを、こう台に使って、こうかな。こうだ。1個いらない。こうですね。なるほどなるほど。こういうパーツだって気づくのに結構時間かかっちゃいました。でもいいですね。ちょっとパズルに飽きが来ない感じがしています。今回も割と時間を食ってるので評価は1ですね。よいしょ。目をしっかり開けていろ。慎重に見るのだ。感覚を研ぎ澄ませろ。今は隠れているものをお前は間もなく明らかにするであろう。メダリオンを探すのだ。なるほど、メダリオン、これのことですね。なんか今手に持ってたけど、あれ、この人たちが乗ってるところは動かせない。なんてことだ。メダリオンをどうにか手に入れなくては。え、邪魔、この登場人物。登場人物がいるところは動かせない。なるほど。さて、どうしたものか。どこにも動けないぞ、これは。とりあえず、はしごをかけてみようかな。はしごをかけても、特に反応ないし、これごと奥に、これをどうにか、なんかうまくいきそうなんだけどな。この登場人物が動かないってのはよくわかった、もう。これ抜いたら下にドンって落ちてくれてもいいんだよ。ズンって落ちてくれても。それか、主人公ごとタイルを動かすっていうことはできないルールは変わらないみたいですね。さて、どうしようかな。これ動かないですもんね。何かとセットっていうか、ここに台座があるっていうだけなので、さっきとはまた状況が変わってます。メダリオンを取り返さなくては。あー、そういうことか。なるほど。横向きになってんのね。そういうことね。はい。動いて動いて。で、どうしようかな。下の、このメダリオンを手に入れなきゃいけないとは言ってたから、下のこのマスのやつも解いてあげないと。あ、これでいけるかよ。あ、でもはしごが必要だな、こうなると。またどうしようかな。これをのけてあげて、こうかな。これであとは
はしごをこっちにまた持ってくるだけ。う、これがまた難しい。もしかしてちょっと、あ、よかった、すぐできてということで念願のメダリオン獲得です。いや、これ気づかなかったな。気づいてもよかったのによっ、獲得。やった。それはもはや再び閉じることはないだろう。僕は感じる天使の姿を。僕の心に新しい感情が満たされてゆく。この感情は愛なのか。そうだ、そうに違いない。愛そのものだ。もし彼女を探すことさえできれば。なるほど、愛に目覚めたっていう感じですか。愛に目覚めたこの主人公は次は彼女を探しに行くってことかな。出口まで行かなきゃいけないのこれあ、でもこれはそんなに難しくないかも。そんな気がするぞ。そんな大変そうな感じではないですけど、大変じゃないですよね多分。うまくいくはず。あ、ん？あ、出た、この一マス足らない現象。どうしようかな。よし、いけた。よっと、出口ですね。お、でも一応2つついたなはい、でこのなんかドアみたいなマークをクリックするとマップを見ることができますね。まだまだ道のりは険しそうですけれども、前のレベルをプレイすることもできます。で、前のレベルで見たムービーとかはこのカメラのボタンを押せば見ることができるようになっているはずです。はい、というかできますできますよね。はい、できます。やった。まあそうですね、ゲームには時々こんな感じで哲学とか芸術の題材がテーマとして扱われることがあるんですけれども、そういうふうにゲームを通じて普段ちょっとね触れることのない興味深いテーマというか、そういったものに触れられたり体験できるっていうのは僕はゲームの大きな魅力の一つだと思っています。なのでこういったタイトルかなり気になる時があるんですよねそのもちろんそのゲームとしての出来も大切なんですけども、うん、題材として扱ってるもので、うん、なんていうか引きつけられる時が時々ありますね。うん、その実際にこのマジックフルートが魔敵をどれぐらい忠実に再現してるかっていう問題は確かにちょっとあるんですけれども、少なくともその世界観というかオペラの雰囲気であったり魔敵の物語であったりっていうところには触れられると思うので、それだけで十分価値があるんじゃないかなっていうふうに考えています。まあこのゲーム本当に498円500円ですかね。それでオペラがね目の前で楽しめるっていうのは素敵だと思っていますまあ個人的なちょっとしたゲーム感というかゲームに対して思ってることを少しだけ話してしまいましたけれども、今回も、インディースポット動画見てくれてありがとうございます。この辺でマジックフルートの紹介や、プレイの感じとかお伝えするのは終わっておこうと思います。はい、ではまた。